ブロックチェーンといえば、ビットコインに代表される仮想通貨取引に使われている技術ということを知っている人も多いと思います。しかし、ブロックチェーンが具体的にどんな仕組みで成り立っているのか、なぜ画期的な技術とされているのかを正しく理解できている人は決して多くありません。そこで今回は、ブロックチェーンの仕組みについて初めての人でも分かるように詳しく解説していきます。そもそもブロックチェーンはビットコインという仮想通貨を開発する中で誕生した技術です。最も特徴的なのが、ブロックチェーンは分散型のネットワークを採用していて、改ざんができない仕組みとなっていることです。チェーンという言葉の通り、取引データは連続して鎖状に連なっていくので、仮にどこかのブロックで書き換えや改ざんが起こってしまうと、その後のブロックにも影響が出てしまいます。ブロックチェーンは取引データを管理する台帳を分散型のネットワークで世界中のユーザー同士で共有しているので、分散型台帳とも呼ばれています。ブロックチェーンは仮想通貨取引のために生まれた技術なのですが、最近では仮想通貨以外にも様々な分野で活用が検討され始めています。活用分野ごとに、ブロックチェーン 1.0、 ブロックチェーン 2.0、 ブロックチェーン 3.0 と呼ばれているのですが、それぞれの活用事例について詳しく解説してみます。まずブロックチェーン 1.0 は、ビットコインをはじめとした仮想通貨のように通貨や決済機能として活用する方法です。これはすでに仮想通貨で実現しているので、イメージしやすいと思います。次のブロックチェーン 2.0 は、通貨以外での金融分野に活用する方法です。実際に一部のクラウドファンディングや未公開株式取引システムなどに採用されている事例もあります。これらの事例はスマートコントラクトという技術と併用することで実現できています。スマートコントラクトとは、ブロックチェーンでの取引や決済を自動的に行う技術です。最後のブロックチェーン 3.0 は、金融以外の分野で活用する方法です。ブロックチェーンの高い安全性を応用して、科学技術や医療、食品といった分野での活用が研究されています。ブロックチェーンを応用することによって、どんな課題が解決できるようになるのでしょうか。いくつかの事例を紹介します。国際送金は多くの金融機関を経由する必要があるので、手数料が高額になりがちです。ブロックチェーンを活用すると、金融機関を介することなく個人間での送金が手軽に実行できるようになるので、国際送金にかかる手数料が安くなります。またブロックチェーンの分散型ネットワークを株式の取引に応用すると、証券会社が多額のコストを払って集中管理する必要もなくなるため、株取引の手数料も安くなります。医療の分野では、カルテをブロックチェーンに記録することによって、医療機関が変わってもスムーズな診察を受けられるようになると言われています。現在のマイナンバーもブロックチェーンに記録することができれば、国家戦略や都市計画といった大きな規模での活用も考えられます。ブロックチェーンは様々な分野で革新を起こすと期待されています。今回紹介した事例はほんの一部なので、今後もニュースや新聞に注目をしておくと面白いかもしれません。